皆さんこんにちは。日本の女子プロゴルファーとして2021年に初優勝、2022年に2度目の優勝をした堀琴音さん、全英女子オープンなど海外の大会でも結果を残していますが、ネット上では良くない評判も上がっているみたいです。今回はそんな堀琴音さんの家族との仲やネット上で批判されるわけ、さらに男性関係について調べてみました。堀琴音さんは1996年生まれの現在27歳、徳島県徳島市出身で、身長は 165cm と女性にしては高身長です。2014年にプロ転向しました。まずは堀琴音さんがどのような家族に囲まれているのか、その家族構成からチェックしてみたいと思います。堀琴音さんの家族構成は父、母、姉という4人家族で、堀琴音さんは2人姉妹の次女ということになります。小学校は徳島市千勝小学校に通っていたとのことですから、実家は千勝小学校の学区内にあると思われます。ゴルフ選手というとやはり実家がお金持ちというイメージがありますよね。そこで気になるのが実家の両親がどんな人物なのかという部分や、父親の職業といった点です。まずは堀琴音さんのお父さんについて調べてみると、医者や弁護士といった専門職ではなく、会社員としてお勤めされている方なんだそうです。ですが、お勤めされているのがどんな会社なのかという情報はありませんでした。とはいえ、堀琴音さんとそのお姉さんという2人の子供さんにゴルフを教え、実際にプロ選手にまで育て上げていることから、会社員といっても役職に就くお偉いさんではないかと思います。そんなお父さんは堀琴音さんが小学校1年生の時にゴルフを勧めたそうで、堀琴音さんがゴルフと出会ったきっかけを作った人物でもあります。ゴルフを勧めたということは、お父さんも当時からゴルフをされていたに違いありませんし、堀琴音さんは小学校3年生の時に四国ジュニアゴルフ選手権で優勝しているので、短期間でそこまで教え込んだという部分でも相当な腕前の持ち主ではないかと思われます。続いて堀琴音さんのお母さんについてですが、調べてみても年齢や職業などといった情報は見当たりません。お父さんと同じく一般人であると思われますが、堀琴音選手のゴルフ経歴から見てもお父さんだけでなくお母さんも練習をサポートされていたのではないかと思います。ジュニア大会とはいえ、ゴルフを始めてたった 2,3 年で優勝されていますから、会社員であるお父さんに加えてお母さんも指導されていた可能性もありそうです。もしそうだとすると、お母さんもゴルフ経験者かもしれません。堀琴音さんには4歳上のお姉さんがいます。ご存知の方もいるかと思いますが、そのお姉さんというのが同じく女子プロゴルファーの堀夏香さんで、姉妹でプロゴルファーということです。お姉さんの堀夏香さんは10歳の時からゴルフを始め、14歳でズレ正しゴルフアカデミーに入門された経歴を持つ方、2021年には姉妹で優勝も果たしています。しかも妹である堀琴音さんと同じく美人で、美人姉妹としても話題になっているようです。続いて堀琴音さんが態度が悪い、性格が悪いなどと言われている理由について調べてみました。性格や態度が悪いと言われている原因の一つ目は、プレー中に不機嫌になることでした。リズムに乗っている時は機嫌が良く、調子が悪いとあからさまに態度が悪くなると言います。集中しているとも言えますが、メンタルスポーツと言われているゴルフでメンタルの弱さを表に出すことは良くないと言われています。現場だけでなくゴルフ中継にも態度の悪いシーンが映っていたようです。あからさまに態度に出すのはさすがに印象が悪いですよね。試合を見ているファンが不快になるほど表情や態度に出しすぎという声もあります。中には不調を表情や態度に出しすぎて堀琴音さんのプレーを見ていると不快になるとの声もありました。2つ目の原因はクラブで地面を叩くことです。堀琴音さんはパットを外した時にグリーンを叩いたり、クラブで地面を叩くなどの行為が目撃されています。ゴルフをやったことある方ならばそうなる気持ちがわかる行為ですが、実際にしかもプロとしてラウンド中にやってしまうのはイメージが悪いですね。またデリケートな芝である、グリーンの上でパターにもたれかかり芝を傷つけることも気にしていないような態度も目撃されているようです。全てのゴルフプレイヤーの手本になる振る舞いが求められるのがプロですが、一ゴルファーとしても態度の悪い姿は見せてほしくないという声もあります。3つ目の原因はコメントの態度が悪いことです。堀琴音さんが2021年2月に BS 朝日で放送された女子ゴルフペアマッチ選手権
に出演した際、試合終了後のインタビューが大きな波紋を呼びました。コメントの内容は伏せますが、あからさまに不機嫌な様子だったようで、あれだけ感情をコントロールできない、様子見せられると心証悪いという声や、プロとしてあの態度はいかんでしょうと、かなりネット上で不快だと叩かれていました。これは氷山の一角であり、実際にはかなりの数の態度が悪いエピソードがネット上に存在しています。これは堀琴音さんの性格が悪いからなのかと言われると、そうだとは言い切れない部分もあります。アスリートの闘争心は様々な形で外側にも出てきますが、周囲からはあまりよく受け取られないような形で出てしまっていたのかもしれないですね。堀琴音さんはジュニア時代からプロ入り前に輝かしい成績を残していました。国民体育大会では後にプロ入りする比嘉真美子選手や藤田光選手を抑えての優勝でした。その後もステップアップツアーで2度の優勝をし、3位でプロテストに合格するなど、鳴り物入りでプロ入り、日本女子オープンで2位入りし、史上6人目となる10代でのシード権獲得、3年連続シード権獲得をするなどの活躍を見せますが、プロツアーでの優勝は8年もの間遠ざかっていました。後輩のゴルファーが次々と国内外で優勝していく中で、焦りから精神的に安定しない日々が続いたそうです。ゴルフをするのが怖くなり、眠れずに夜を過ごして朝になる、そんな日が続き、予選落ちするたびにもうゴルフはやめたいと思うようになったそうです。精神的に追い詰められ引退も考えたほどだったといいます。優勝できなかった焦りから、性格などは関係なく態度が悪くなってしまった要因と言えるかもしれませんね。予選落ちなどの不調が続いたことでコーチに、私イップスなんでしょうかと相談すると、絶対にイップスじゃないよと言い切ってくれて、とてもすっきりしたそうです。それまで意固地になって誰も自分の悩みなんて分かるはずないと思っていたのが、この人なら分かってくれるかもしれない、この人についていこうと思ったと言います。ここからスランプを抜け出す糸口をつかんだ堀琴音さん、2021年の7月に日本ハムレディスクラシックをプレーオフの末に初優勝を飾ると、2022年3月には T ポイントとエネオスゴルフトーナメントで2勝目を飾ります。全英女子オープンでは15位に前線するなど、完全に一皮むけたことで精神的にも安定した様子が見て取れ、態度が悪いという声も最近はかなり少なくなりました。精神的にも技術的にも一皮むけたことで、これからのさらなる活躍が期待できます。そんな堀琴音さんの結婚相手や旦那は一体どんな人なのでしょうか。調べてみると、残念ながら現在堀琴音さんの結婚相手や旦那の情報はありませんでした。1996年生まれの堀琴音さんは20代半ばということで、結婚していてもおかしくはない年齢ですが、まだ結婚はしていないようですね。結婚適齢期には近くなってくるので、結婚を意識することはあるかもしれません。恋愛結婚をしている人は25歳では出会っているという調査もあるので、堀琴音さんにも結婚の相手として意識している人がいる可能性があります。近年女子ゴルフ選手の結婚発表ラッシュもあり、少なからず堀琴音さんも結婚相手に関して考えることはあるでしょう。女子ゴルフ選手の結婚相手はゴルフ関係者が多いという情報もありますから、堀琴音さんもゴルフ関係者の中でそういった相手を見つける可能性は高いです。日本の初婚での平均結婚年齢は 29.4 歳だそうですから、近いうちに結婚発表もあり得るのではないでしょうか。堀琴音さんはお酒をたしなむ程度に飲むとのことで、最近はビールも飲めるようになったそうです。堀琴音さんの結婚相手はお酒を一緒に飲める大人な男性かもしれません。ゴルフ関係者で噂になっている相手はいなかったものの、堀琴音さんが先日更新したインスタグラムには、元プロ野球選手松坂大輔さんとのウショット写真が公開されました。プロアマで松坂大輔さんとご一緒させていただきましたと報告。カメラに向かって満面の笑みを浮かべる松坂大輔さんとのツーショット写真を披露しました。さらに、私の質問攻めにも嫌な顔せず答えていただき、すごく貴重な一日になりましたと、充実した時間を過ごした模様でした。松坂大輔さんも趣味でゴルフをしており、その腕前は相当なものです。もしかすると2人は以前から関係があったのかもしれません。ちなみに堀琴音さんの趣味はスポーツ観戦だと答えています。松坂大輔さんは既婚者ではありますが、野球選手の不倫はよくある話ですので、堀琴音さんに今まで彼氏や結婚といった情報が一切なかったのは松坂大輔さんとの関係があったからなのかもしれません。いずれにせよ、松坂大輔さんからの
アドバイスを参考に今後も堀琴音さんにはより一層活躍してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。